ノースフィールドチャンネルの北原です。皆さんこんにちは。今日は里山の草刈りに来ました。下草刈りですね。結構ヒノキとか杉が生えとったかな、針葉樹が生えてるのが多いんですけど、下草がススキがメインの下草刈りになるんですけど、またまたこの40ボルトの草刈り機でどこまでできるか、40ボルトの草刈り機になって本当にエンジンの代わりになって使えるのっていう風な話もよく聞かれるんで、その辺を僕も今日は下草刈り、いつもエンジンでやってるんですけど、まあ、草刈り機でどれだけ電動の草刈り機でできるんかなっていうのもあるんで、今日は下草を電動草刈り機で買っていきたいと思います。それでは始めたいと思います。
ここまででバッテリー3ですね。4分の3メモリ残ってますね。結構バッテリー持ってますね。さすが8アンペアですね。今のところ全部低速で買ってますね。低速モードで、低中高の低速モードで買ってる感じですね。今バッテリー2個ですね。やっぱりちょっと負荷が大きくなってきてるんで消耗が激しいと思うんですけど、結構持ってる方やと思います。バッテリーが
んとかした草、なんとかした草全部枯れましたね。お、バッテリーギリギリ残量1ですね。それと後々なんですけど、この山は木切ることも、予定してるんで、その動画もどんどん撮っていきたいと思いますので、楽しみにしてくださいね。コメント欄にこういうのはどうとか、僕ができる範囲であれば動画にしたいなと思いますんで、コメントいただけれたらと思います。ノースフィールドチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。これからもどんどんと見応えのある動画とか、見てて楽しい動画を撮っていきたいと思いますんで、よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。